ちゃんにゃでーす。ってことでボルスーン降臨の最適性ノルディス周回編成紹介していこうと思います。今回紹介する編成爆速で周回できます。さらにですねリーダー自由でございます。なので条件付きクリアももちろん対応できますし、あんまり学園キャラ持ってないよって方もですね、自分の持ってる学園キャラを入れてあげてですね周回することが可能です。もう全く持ってないって方もですね、学園キャラダンジョンキャラもいますから、ダンジョンキャラ取ってもらって周回することも可能です。で速さ変わんないですからね。はい、相当いい編成じゃないかなと思っております。ということでよかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いいたします。皆様がね楽しくバズドラできるようになるべく組みやすい編成紹介できるように頑張っております。今回もね編成難易度もなるべく下げたし、代用解説も頑張っておりますので、ぜひともね高評価だけでも押してくれるとモチベーションになるし嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、さっきねリーダー自由って言ったところもう一回ですね、まあ、文字でまとめたんで見てもらおうと思うんですけど、リーダーは何でもいいので全員用途で使えます。はい、さっき言った通りね条件クリアの指定リーダーで報酬回収で使ってもいいですし、ヘラウルズとかのダンジョンキャラクター使って周回してもいいですし、普通にボルスーンねリーダーに置いてスキル上げとして使ってもらっても全然構いません。爆速で周回もできるし、もう本当に何でもできる編成となっております。はい、でそのね条件付きクリアのリーダーなんですけど、何がいるかと言いますとこちらでございますね。はい、さがっと下に行ってもらったら分かるんですけど、はいこちらでございます。はい、いっぱいいますね。全部で何体ですかってぐらいいます。はい、黒メダルだったりとか、虹メダル、虹ピーとか、スパノエとかね、もういろいろいます。まあ、全部いけますけど、まあ、上からやっていくのはいいと思いますね。リアリティ高いやつから順番にクリア報酬取っていくといいかなと思います。どっちみちねボルス、まあ、10体分で奇跡10個分、まあ、1体分ね交換のために周回すると思うんで、もう結構しんどいですから何回も周回するのね。まあ、上から10体やってでボルス交換しつつ報酬手に入れるとかでも全然いいかなと思います。持ってるやつね10体とりあえずリーダーに置いて周回してみたいな感じがいいのかなと思います。はい、ということで早速ですねノルディスの周回編成の方を紹介していこうと思います。見てください、どうぞ。さあということでやっていきましょう。ボルスーン降臨のノルディス最適性周回編成でございます。普通の周回速度も速いし、しかもですねなんと今回リーダー自由でございます。なので条件付きクリアも簡単に達成できますし、普通にね何の学園キャラクターを入れても周回可能となっております。はい、ということでまず1回戦ですね、ノルディス3体進化させた後にアマテラス打ってサンタフェイスとマッカでリダチンした後にノルディス打ってずらししています。はい、まあ、普通に右から順番に打っただけですね。で2階層からはですねもうめちゃくちゃ簡単でノルディス打ってずらしていくだけでございます。で今回ですねリーダーは自由なんですけど学園イナを使っております。でこれ本当にリーダー何でもよくてですね、もちろんね条件クリアの指定リーダーでも OK ですし、あとですねヘラウルズとかのダンジョンキャラクターですねをリーダーにしてもらっても構いません。今回ねリーダーを学園キャラにすると奇跡が落ちるっていう仕様ですので、学園キャラ持ってない人はねダンジョンキャラでこの編成使っても周回可能です。そしてですねボルスーンもしねスケレベ上げたいよって人はですね1枚抜きでボルスーンリーダーにしてもこちら周回可能となっておりますので、まあ、いろんな用途というか、まあ、全ての用途でねこちらの編成使えます。まあ、リーダー自由ですからね、はい、まあ、相当いい編成なんじゃないかなとは思っております。ということで続いてですね、はい、またノルディス打ってずらしていきます。でこっからですねルーレット左上と右上に作られますので、そこだけ気をつけてあげてください。特に次の階層ですね、5階層敵が火属性なので上のね火属性超つなげにならないと火力足りなかったりしますので、しっかりとねルーレット一周してからノルディス打ってずらすとかしてあげるとね安定して絶対倒せるかなと思います。はい、ここかなり気持ち渋いですね。敵火属性なんでね、このウルバミンにドラゴンキラーとかつけてるんですけど、これでギリギリって感じでございます。はい、まあ、聴覚性ねこれ10シー増やしたりもできますね。ウルバリン10シー持ってるんで、リーダーによってはねスキブから10シーとしてこれさらに上げるなんてことも可能ですね。はい、なるべくこれを高めに方向でお願いします。はい、ということでさあ次のノルディス打ってずらしまして、さあ続いて7階層ですと、7階層もノルディス打ってずらしですね。もうデバフたときますけど基本的には火力されてるので、はい、吹っ飛ばしていきましょうこのままね。はい、ノルディスずらしですね。でバッジは今回ですね落ち込みなしバッジを使っておりますね。はい、まあ、落ち込みなしバッジでもいいし、もしくはですね落ち込みなしですね、そのリーダーですね、ございました。はい、ウルバリンが落ち込みなしなんで、まあ、攻撃バッジとかでいいですねという感じになっております。はい、さあで続いて8階層ですね、ここダメージ吸収階層ですので、ここで正月アルテミス打ちます。でノルディス打ってずらして殴っていきましょう。はい、ダメージ吸収スキルですね、これで突破していきます。はい、
よ。いいですね。ということでボスでございます。ボスでね、最後マージョリードを打って遅延かけながら無効貫通スキル2ターンですね。ノルデス打ってずらしで2パンしていきましょう。はいと、さあマージョリードを打ちます。これ遅延かけないとね、半分コード食らっちゃいます。半分コードは5、4番目となので超つなぎできなくなっちゃうので、ここは遅延かけて敵の行動を防いで、そのままノルデス打ってずらしで殴っていきましょう。ここもね、敵火属性なので火力ね結構シビアですからね、ちゃんとしっかりとねレベル上げとしてください。で洗剤もねしっかり振ってください。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いいたします。立ち回りタイムこんな感じになっております。はい、続いて内容解説やっていこうと思います。いつも通り代用の前に編成紹介すると、リーダーは自由でマージョリードを継承、ウルバリンにマッハ、正月アルテミスにアマテラス、ノルディスにエリちゃん、ノルディスにアレキサンダー、ノルディスにアレキサンダーです。継承はマッハとマージョリードがスキルベ最大で、他スキルベ1で OK です。必要 HP はだいたい10万ぐらい、必要スキルも25ですね。リーダーによってスキルの数ね変わってきますので、小学生で変えてあげてください。ここにバッジも変えられますけど、ウルバリンと正月アルテミス、そしてバッジでねスキル調整が可能です。でバッジは自由になってます。まあ基本的にはね落ち込んなしバッジ、もしくはまあ攻撃バッジがいいかなと思います。でリダクレ逆はですね NG ですね。今回は指定リーダーとなっております。で武器の役割と代表候補なんだけど、武器全体ではですね、覚醒だともう覚色ドロキョさえあれば OK ですね。ということでアレキサンダー、こちら覚色ドロキョあれば OK で、もうドロキョ武器でいいんで、ハロウィンパイモンとかアムロ、サクラミク、スターリング、ハイウィンド、フルーツ&ドラゴンズ、ラフィーネとかで OK です。そしてエリちゃんですね、これ自動回復が役割ですね。自動回復だったら何でも OK なんで、リンリンの手配書とかジャージー、正月ジャンヌダルク、クルス、サムライロック、水着ラクシュミとかで OK です。そしてアマテラスですね、こちら HP 回復とサンターヒーストが役割ですね。サンターヒーストだったらムクロとかビアードンで OK です。で2ターンヒーストで代用する場合はここのマッハですね、水マッハに変えてあげて威嚇して1コンボで OK ですね。でマトリフとかおはようハローキティとかシンジ&レイ、アポカリプス、ラマモア、アマテラス&ツグヨミ、 V、ダキとかで OK でございます。そしてマッハですね、こちらリダチェン役割です。もうリダチェンだったら何でも OK ですね。スキブあるのでそこだけ注意してあげてください。そしてマージョリードです、こちら威嚇と無効貫通が役割ですね。スキルターン注意して威嚇プラス無効貫通2ターン以上なら何でも OK です。サボとかゴア、ソウ、カリョウテン、オールフォーワン、エチゼン、エクシア、エキドナサラ、正月ルティナ、ウルカ、オーキ、ラム、トーカ、ディジー、学園、サツキ&カンナ、あとは織姫ですねとなってます。一応スキルターン短い順になってますので、サボが一番スキルターン短いです。で続いて本体代用のための役割ですね。まずリーダーでございます。こちらはですね自由枠となっておりますね。まあ条件指定リーダーでもいいですし、ヘラウルズね、これダンジョンキャラクターなんで、まあ、今回周回するんだったらボルスーン作るんだったらヘラウルズをリーダーにするのがいいですね。何も学園キャラ持ってなかったらね。であとはですね、ウルマリンじゃなくてあのボルスーン自体をですねリーダーに置けばですね、1枚抜きでスキルベも上げることが可能でございます。裏のスキル溜まるようなねスキルベまで P で上げてあげて、でその後はですねもうあの周回でもスキル上げ可能となっております。でウルバリンですね、こちらスキブロックで火力枠で激減リーダーが役割となっております。みさか妹とか善一とかですかね。キドとですねあんまり激減のリーダーがいないので、なかなかねあの難しいです、対応するのはね。そして正月アルテミスです、こちらスキブ4で火力枠でダメージ吸収が役割ですね。これ学園アポロンとかかなと思います。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。